はい、どうも皆さん、トライアングルです。ということで、ついに、青野と21回チャレンジしていきたいと思います。まあ、ありがたいこと、ありがたいことに、20回、そして19回と、クリアさせていただきまして、いよいよですよ。はい、まあ、鬼門のね、18回クリアすることができたので、で、本当はね、昨日出したかったんですけど、ちょっと仕事が夜まであったので、まあ、今日は21回、やっていきたいと思います。いやー、初めて、ついにツタンカーメン鬼だよね、多分。やばい、緊張する。どんな感じになるんだ？いきます！スタート！ 21 回。今んとこなんか、クワガッティとかと一緒でなんか、21回とかは簡単そうな気がするんだよね。やばそうなら僕やばいなって思ってるの多分22回あたり？なんか、ふわっていけって難しいイメージ。いきます！じゃあ挑戦！いくぞ。さあ、どんな効果が出てくるのか。はい。どうだ？ファラオニが襲ってくる。どこか、ああ、隠された通路系か！魔女的なやつかな？隠された通路ね。宝箱ある。宝箱、開いていい？でも開いたら、やばいかな？いや、大丈夫かな？行ってみようか。開いてます。で、どこに来る？隠された。ここに石像あるから、石像押せってこと？あ、押しちゃった。やべ！ダメじゃん。あ、待って。あ、いけない！おー、こんな、なるほど、オッケーオッケー。オッケーオッケー。これが隠された。あー、こういう感じね。オッケーオッケー。隠された道ね。オッケー。覚えました。一応ちょっとこっちにもやっとこう。もう一個ローラーつけて。オッケー、いいよ。で、ここにはない。とりあえず、隠された道を覚えよう。あ、ここだ。ここも隠されてる。あー、なるほどね。この隠された道を使って、押しちゃダメだよ、これまだ。まだ押しちゃダメだけど、なるほど。石像を、これも足りないね、多分でも。残念ながら。残念ながら一個動かしちゃったんだよね。ちょっと行ってみようか。ちょっとこれ石像っていうか、牢屋の中ちょっと行ってみます。開いた。でも多分ね、これ残念ながら、もう一個、これはピラミッドがあるけど、多分もう一個あるよね。ああ、いや、もう何個か、ああ、ここにもある！石像は開けちゃった！ひゃーひゃーひゃーん！でもこれは覚え系では？この真ん中開けるの最後だね。この真ん中開けるの最後だから、これいけるんじゃないか？そんなに難しくないかもしれない。これ、ちょっと優しいかも。わかんない。ちょっと、じゃあ、2回目、行ってみたいと思います。よし、じゃあ行きましょう。まず、まあ、どっちでもいい気はするけど、ローラースケート出たらちょっと欲しいな。だからちょっとローラースケート、まずやってみようか。で、多分ファラオがね、今ね、左から来てたから、OK、ローラースケート。これ確定ローラースケートじゃないよね。で、ここで、あれ？あ、ここで、ここか。で、ここで、まず、一個、こっちの石像からやろう。でも、あ、来るかな、ファラオ。いないね。オッケーオッケーオッケー。ここはいなさそう。で、ここを押して、で、次だ。次は、向こう。反対側。もう同じようにやればいけるんじゃないか、これは。そんなに難しくない気がするんだけど、来た。でも、来てるね。いるね。ここ、開いたことによって、ちょっと難易度が上がったけど、でも、ここを上げていて、あ、でも結構、うわー、マジか。ぐるっと、なるほど。結構ついてくるやつか。これ大丈夫かな？負けない。いけ、やばいか。いける。OK！ よし、来た！で、次。これで、隠されたところの石像、ここにあるんだよね。ここにあるから、ここを止めればもうクリアなんじゃないか？これ。で、いけ、急げ。あ、間違えた！バカ！やばい、来てる！でもね、これね、皆さん、簡単。これは、簡単になってる。ああ、よかった。なるほどね。結構、簡単に作ってくれたやつもあるんだ。うわあ、でもこれ面白い。いいね、やっぱり。いいですね。本当に。青のと面白い。ちなみになんかね、青鬼オンラインさんがツイッターで気になること言ってたんですよ。なんかコラボがあるとか、近々。だかもしかしたら今日あるかもしれないです。ちょっとぜひ皆さんお楽しみに。すごい大きなコラボイベントらしいので、そちらも楽しみに。ということでじゃあ青鬼オンライン行きましょうか、通常。ガチャもちょっと引きたいので。まあせっかくね、エジプトっていうか、やったから、スフィンクスで行きましょうか。
青鬼図鑑で、ちなみに、まあ、この青鬼ですね。ファラオーニ。はい。こちらが今回、これいなくてよかったね、エジプト鬼。エジプト鬼もいるかなと思ったんですけど。はい。ということで、じゃあ、ランダムマッチ1試合やって、その後ちょっとガチャ引いていきたいなと思います。結構、やっぱり青銭溜まるんでね。もうガンガン引いていこうか。やっぱり当てたい。狛犬。特に狛犬がマジで欲しいの。ということで、なんかさ、あ、うわ、待って、まあまあ部屋抜けしちゃうかもしれないからちょっとギリギリまで見てみよう。やばい、ポセイドンさんいるんだけど、やばくない？見たい、頼む。どうだどうだ。いやでもあんまり 見るのよくないね。あのもし出会ったら探してみましょう。はい。一応見ないようにします。なんかね、なんか回線落ちちゃったとかだと怖いので、多分落ちないような方だとは思うんですけど。あ、なんかちょっとバグってるかも、これ。人数が。あー、これ結構集団落ちしたかもしれないです。まだいてくれる。オッケー。これかなりプレイヤー多い部屋かもしれないね。多分これ減ったのってボット部屋が、ボットが一気に減ったんですよ。多分プレイヤーが増えたから。あ、これプレイヤー多いぞ。うわー、これちょっとね、回線悪いかもしれない。抜けたり落ちたりしてる可能性がある。オッケー、来た。さあ、そしてポセイドの方もいます。よかった。ちょっと一応見せようか悩みましたけど。ちょっと、多分、124レベルってことは、いるね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 。いますぞ、いますぞ。ちょっと見ていいですか？いや、かっこいいなー、すげえ。ガスマスティン。おー、あ、やった、あ、どうも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 。うわ、すごい、ちょっと見ていい？ありがとう。うわ、すげえ、かっこいい。はあ、ちょっと正面見たいな。正面見たいな。かっこいいな。差し上げます、差し上げます。あー、結構大きいんだ。あー、ちょっと勉強になる。ありがとうございます。もう、ちょっとあまりね、あまりしつこくするとね、よろしくないかなっていうのはあるので。あんまりちょっとしつこくしない程度に。で、今回最終地点上ですね。ちょっと先ほど左の方で毒切り来たので、さあレベル123のポセイドンさんがいるところに行ってみましょう。でもあまりちょっとねしつこくするといけないので、多分みんなあっちってことはここだ。絶対上じゃん。まあガスマスク持ってるからもう上行っちゃっていいんだけどね。どうしようかな。そうだね、早めに。おら、え、え、ドッキリ、もう来て、え、ドッキリ来てる。あ、違う、ここじゃない、ここだ。え、違う、階段の可能性もある。なるほど。ちょっとここら辺に、ここにいるとね、ちょっとドッキリ食らっちゃう可能性があるので、なるべくちょっとドッキリから離れたところに。あ、でもな、チケット欲しいからな。やっぱりチケット取っていかないといけないでしょう。これはどうだ？ボットベアさんですね。しかし私は、チケットさんがゲットできなかったさん。で、ドッキリ来てるね。ダメだね。どこだ？いや、これ階段の可能性もあるな。いや、でも普通に考えたらここでしょう。ここだと、私は ん？大丈夫？下にいるね、今、多分。毒切り勝負になった時に、結構な人がガスマスクを、持ってるっちゃ持ってる。どうするか。一応下見てみるか。お、ポセイドンさん持ってます。大丈夫ですかこれ。ちょっと差し上げますよ。大丈夫ですか、ガスマスク持ってますか。じゃあ差し上げますね。ここ？ちょっと待って、これ下の可能性ある？ここか？階段は多分ないと思うんだよ。もう潰れちゃってると思うから、でも残り20人か。残り20人だったら、わかんない。いや、でもここだ。まずここに行って、もし、もうどっちにしてももう、下降りてもガスマスク使っちゃうから、ここにいて、もし、あ、違うなって思ったら、すぐ、下行こう。多分間に合う。一番下が最終地点だとしても。1階がね。大丈夫。みんなここに、あ、大集合！みんなガスマスクを持っておるの？しかし最近の青鬼オンラインはの結構、運ゲーになってきたんじゃ。いつも前までだったら絶対に無理じゃったんじゃが、今回だともしかしたら仮に、もしかしたら1位になる可能性があるんじゃの。これ、下行ってみる？見てみる？いる？うわ、来た！逃げろ！どうしような。一応取っとく？ロラスケ？どうですか？神の味噌汁！神の味噌汁！ダメですね。まあ、これに関してはね、まあ、回線なので、仕方ない。よし、じゃあ、ガチャ行きましょう。いや、狛犬がいる限り、僕はすごいガチャが楽しくってか、ガチャが本気になれる。頼む。あ、でもちょっと待って、コラボガチャ来るんだよ、確か。いや、コラボガチャかわかんない。コラボイベント、ちょっと待って、コラボイベントで大きなイベントって言ってたんですよ。ってツイッターで言ってたんですよ。ってことは、
青銭貯めとかないといけないかも。あれなんですよ、ヒカキンさんのコラボあったじゃないですか。あのヒカキンさん単体のコラボ、そのデカキンさんとヒカキンさんじゃなくて、ヒカキンさん、要はヒカキンモアイとか、ごめんなさいに呼び捨てしてしまって、ヒカキンさんの人にとか、がいたんですけど、その時に、ヒカキンさんのガチャがあったんですよ。ヒカキンガチャっていうのが。それで、ヒカキンさんの椅子とか、まあ、ヒカキンさんに関連するもの、うんちくんもそうだし、トイレットペーパーか。そちらも来るので、ちょっとこれ、残しといていいですか？コラボ。コラボの時に、もしかしたら、まあ、でも多分別で来ないか。ガチャだって8月11日まであるもんね。まあもう一回行きましょう。もう10年引いちゃいましょう。これでちょっともう打ち止めにして、まあ終わりたいと思うんですけど、もしかしたらまあコラボイベントでなんかすごい大きな大型って言ってたんで、普段ねコラボがありますみたいなぐらいなだけなんですよ。普通にまあセイキンさんとかね、マホトさんとかはじめさんとかの時は。でも今回はコラボイベント、もうかなり大きなコラボイベント、大型コラボイベントになりますって言ってたから、どうなんだろう、もしかしたらなんかとコラボある。いやでもさすがに多分ウームクリエイターさんだと思うんですよね。だからまあ僕の予想だと、まあちょっとあまり名前出すのはよろしくないかもしれないんですけど、まあまあマッキーさんとかウッケちゃんとか、ポコニャンさんとか、かなーとはちょっと。まあゲームセットさんそろそろ来るんじゃないのかなって。最近結構マルチさんの方が多いから、まあゲーム実況者さん、メッサイ含めからしのセンキューです。あなたは星さんだとは思っておりません。はい、ということで、まあ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 今回はね、青の塔21回クリアできたので、まあよしといたしましょう。はい、思ったより簡単なので、皆さんぜひぜひ、多分ねこっから難しいのかな、わかんないけど、もしかしたら難易度的に全体的に簡単になったのかもしれないです。まあちょっとそれに期待してちょっとやっていきたいと思います。ということで、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。もしよければチャンネル登録、高評価、そしてベルマーク、ぜひぜひよろしくお願いします。これから明日も、朝ですね、これから朝、22回やっていきますので、もし、見たいよっていう方は、ぜひ、ベルマーク、そしてチャンネル登録していただけると、すぐ見れるかと思いますので、よろしくお願いします。ということで、じゃあお疲れ様です。バイバイ。